パイプフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、幼獣をにちなんで命名された。グレーターパイプフィッシュアリゲーターパイプフィッシュパイプフィッシュは1943年5月31日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。10月12日に、ジョージ・ J ・ベーツ夫人によって、命名、浸水し、 1944年1月2日に艦長ウィリアム・ N ・デラゴン少佐の指揮下収益する。パイプフィッシュは東海岸での訓練後パナマ運河を経由して真珠湾に向かい5月3日に到着した。5月24日、パイプフィッシュは最初の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。パイプフィッシュはサイパン島侵攻前の空母機動部隊による 攻撃の救助任務を担当、近隣海域には、カバラが配備されていた。6月12日には、パイロット1名を救助した。さらに、西へ、スリガオ海峡に向かい、マリアナ沖海戦から撤退する日本海軍艦艇を迎え撃つべく、体制を整えたが、日本海軍艦艇は結局スリガオ海峡を通過しなかった。7月16日、 パイプフィッシュは52日間の行動を終えて、マジュロに帰祷した。8月6日、パイプフィッシュは2回目の紹介で、日本の本州近海に向かった。9月12日、パイプフィッシュは、北緯33度32分統計135度55分、北緯33.533度統33計135.917度、 33.53335.917の地点で第7北鉄丸を撃沈した。攻撃後、護衛艦からの反撃を受け、パイプフィッシュは艦艇を3度も海底につけたものの、ダメージはなかった。9月18日には、北緯32度49分統計154度22分、北緯32.817度統計154.367度、 32.817154.367の落ち点で六甲丸を撃破した。9月12日、パイプフィッシュは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。10月28日、パイプフィッシュは3回目の紹介で、パンパニとシーキャット、シーレイブンとウルフパックを構成して、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。12月3日、 パイプフィッシュは、北緯06度31分統計106度12分、北緯6.517度統計106.200度、6 5 1 7百六6 2 0 0の地点で、南下してくる日83戦団を両艦と共に、迎え撃ち、パンパニトがタンカー製シンマルの戦備に魚雷を命中させ、航行不能に陥らせたのに続いて、パイプフィッシュは、 戦団交尾にいた第64号解剖官を雷撃して撃沈した。1945年1月6日、パイプフィッシュは70日間の行動を終えてマジュロに帰還した。1月31日、パイプフィッシュは4回目の紹介で南西諸島方面に向かった。この紹介では主に撃墜された航空機のパイロット救助任務を行った。3月26日、 パイプフィッシュは53日間の行動を終えて真珠湾に帰投した。4月28日、パイプフィッシュは5回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介でも B-29 の乗員の救助任務につき、5月26日、29日、6月10日に合計8名の乗員を救助した。6月16日、 パイプフィッシュは47日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。艦長がアレクサンダー・エル・レドンに変わった。7月15日、パイプフィッシュは6回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介でも主任務は南西諸島及び九州東方での救助任務であった。また、紹介中にパイプフィッシュは8個の機雷を破壊した。 パイプフィッシュは8月15日の終戦を養生で迎えた。8月28日、パイプフィッシュは42日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。パイプフィッシュは真珠湾に帰島後、しばらく後に西海岸へ向かった。その後、パイプフィッシュは1946年3月19日に退役し、太平洋予備役艦隊入りした。 長く使用されることがないまま、1962年12月1日に、アグスマイナス388へ、艦種変更される。パイプフィッシュは1967年3月1日に、除籍され、1969年1月20日に、売却された。パイプフィッシュは、第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。